何が目的だ。ローザバルアトリに呼ばれてきた。剣術を教えることになっている。こっち、ローザ様がお待ちだ。これから何が待ってるか理解してるといいが。そう願いたい。ローザ様はまさに猛獣だ。剣を取れば相手が誰でもいい。火の剣を使え。さあ、お嬢、ついてこい。あなたが新しい剣術の先生？あらあら、今回はパパも頑張ってくれたわね。最初は木の剣でね、実力を見せてもらうわ。前の先生よりずっといいわ。実は剣術を教えに来たわけじゃない。本当に？じゃあ何者なの？どうやってここに入ったの？ウィッチャーだ。人を探しに。ウィッチャー？すごいわ。ずっと会ってみたかったの。夢のようだわ。何が夢のようなんだ？危険と隣り合わせの生き方、怪物を追い詰めて立ち向かい、星空の下で眠る。ああ、なんて素敵なの。いや、首まで汚水に浸かりながらズーグルと戦ったり、素敵とは思えないが。それは最悪の場合でしょ。それより何か聞きたいことがあるんじゃないの？質問の前に、君の剣の腕はかなりのものだ。だが一つだけ、身をかわすときに左脇がガラ空きだ。ああ、そうなの。悪い癖よね。どうしても治らないの。ノビグラドの誰かが治すのを手伝ってくれればいいんだけど。でも、それで騙せると思わないで。剣術を教えに来たわけじゃないって、さっきも認めたでしょ。家庭教師だったダンディリオンのことを聞きたい。習字法の家庭教師？よく言うわ。パパはそのつもりで雇ったけど、あの吟遊詩人にそんなつもりは少しもなかったわ。リュートを弾いて詩を捧げるだけで、てっきり彼に求愛されてるのかと。違ったのか？しかし親密な関係だったんじゃ。彼が私の後を追いかけ回すことを、そう言うならね。実際は何もなかったわ。妹は私たちを見て面白がってたみたいだけど。さあ、おしゃべりはおしまい。戦いの時間よ。もう一勝負。たく、素早いわね。一本の剣を振るのもやったのに、二本も必要。剣術の先生じゃないと言ったけど、今からでも目指すべきね。通いで稽古をつけてくれる気はない？レディの頼みは断れないな。お二人さん、仲良く何のお話かしら。私とダンディリオンの関係が知りたいと言ったわね。その誤解の出所を紹介するわ。悪巧みをさせたらヤルーガで右に出る者はいない。エドナバルアトレよ。待てよ、ダンディリオンは君たちを混同していたと。時々ね。でもローザがすぐに正解を教えちゃうの。そのふざけたおしゃべりをやめなさいよ。エドナ、説明ができないでしょ。エドナはダンディリオンにラブレターを出したの。私の名前でね。あの自信家は当然のように騙されたわ。中年吟遊詩人の求愛を断るのに苦労したわ。ローザ、私は良かれと思ってやったのよ。踏み出す勇気がなさそうだったから。彼が歌うとき赤くなってたくせに。黙らないと、あんたの葬式が彼の次の舞台になるわよ。落ち着け。あらまあ、立派な先生ね。
力強くて毅然としてて、私も剣術を習おうかしら。知りたいことは一つだけだ。どちらでもいいが、最近ダンディリオンに会ったか？エドナは会ったかもね。私はないわ。何を言うのよ。愛するお姉さまが密かに情熱を燃やす相手と私だけで会うはずがないじゃない。情熱を燃やす？絶え間なく他の女の才能を褒め続ける男に。私はそんなにバカな女じゃないわよ。最近のダンディリオンの様子は何か異常はなかったか？異常？いいえ、無駄よゲラルト。姉は彼に夢中すぎて狼に変身したって変だとは思わないわ。エドナ？何よ。彼が普通だと言い張るの？私たちを墓場に連れて行ったのを覚えてないの？習字法の授業を墓場で？ダンディリオンにしても普通じゃないな。オクセンフルトの高名な教授たちの墓を訪ねたのよ。ヘンケル辺境博についていろいろ聞いてきたり。誰だって？変わり者のおじいさんよ。最近亡くなったの。若い頃は芸術分野で気前のいいパトロンとして有名だったらしいわ。ニルフガードの貴族姉妹がノビグラドで何をしている？退屈で死にかけてるのよ。パパは外交官なの。ノビグラドでたくさんの事業も手がけてる。商業協会の会員でもあるのよ。どこへ行くにも私たちを連れて行って先々で家庭教師を雇うの。ノビグラドでは詩人のダンディリオンに白羽の矢が立ってローザが恋に落ちたわけ。エドナ、君たちのような上流階級の娘なら政治にも詳しそうだな。少しならわかるわ。何が知りたいの？戦争はどうなっている？体制は決まったのか？パパは対局はラドビット次第だって。どこがノビグラドを手に入れるかね。ノビグラドに何の関係が？自由都市としてどこにも組みせず、どの戦争にも参加しないはず。ノビグラドが世界最大の艦隊を持つことは子供でも知ってるわ。それに町の財政は潤っていて、倍の軍備を整えても余るほどらしいわよ。皇帝は北へ進軍を続けている。宮廷は湧き返っているだろうな。皇帝の側近たちはね。でもパパは長続きしないだろうと言ってたわ。というと？戦争で貿易が中断してるの。人々は皇帝にお金を取られてうんざりしてる。話は変わるが、ダンディリオンが才能を褒めた女性ってのは？きっと歌人か吟遊詩人のはずよ。それもすごい技術と非凡な才能の持ち主ね。でもどうだか、あの詩人が嫉妬させようと作った架空の女性かも。惨めな歌い手ね。じゃあうまくいったわね。そう言ってるだけで顔が真っ赤じゃない。目玉をえぐり出して血で真っ赤にしてあげるわよ。楽しいひとときだったが、やるべきことがあるんでね。お話できてとても楽しかったわ。また来てね。さて、また剣術を教えに来てくれる？そう言われては断れない。どこで覚えた頼み方だ？時間と場所を決めてくれ。明日はどう？同じ場所で今日と同じ時間に。ではまた明日。じゃあね、ビッチャー先生。ここは男爵夫人の別荘か？男爵夫人は誰とでもお会いになる方ではない。夫人に仕えているモリーに用があるだけだ。そこをどけ。男爵夫人がお通りだ。リビアのゲラルトが当家の前に？偶然ではなさそうですね。ごきげんよう男爵夫人。将軍。ええ、来たのには理由があります。見間違うはずがないけれど、礼儀として名乗ります。マリー・ルイズ・ラバレッテよ。帝国の将軍とウィッチャーが揃って、しかも顔見知り同士とは
驚きました。ええ、知り合ったのは皇帝からビジマに呼び出された時です。バルエムレイスに盾ついたの？いえ、そうだとすればこうして生きているはずがないですね。ということは利害が一致した。まあ戸口でする話ではないですね。もしよかったらいらした理由を聞かせてくださる？モリーという娘を探している。ここにいるはず。私のところの子ね。今は親友のパトリシア・ビーゲルバッドの家にいるわ。ゲラルトも一緒に来たらどうだ？競馬の会場でモリーと話せるだろう。いかがかしら、ウィッチャー。高貴な娯楽に参加してみる気はない？まあ、モリーと会えるならな。では、行こうか。着いたぞ。父がよく似た邸宅をブルッケに持っていたわ。乗馬を楽しんだものです。馬を見てみよう。ゲラルト、馬は好きか？ああ、自分の馬はどれもローチと呼んでいる。あの灰色のメス馬はカンタレラだ。父親はカヒル、ボールのチャンピオンさ。灰色はいい色だ、馬の毛でもな。私は黒いオス馬のネムロットにかける。ニルフガードさんの馬だ。将軍に敬礼を忘れてるぞ。クリゲや影の馬については？クリゲはサンダーボルト、レダニアさんの馬だ。堂々として勇敢だが、私には強情すぎて操りにくく思える。影はゼリカニアから来た馬だ。ドボルテ卿が最近取り寄せたのさ。詳しくは知らないが、驚くほどスタミナがあるという評判だ。馬のことに詳しそうだな。詳しいどころじゃないわ。モルブランは専門家よ。馬は人間よりずっと信頼できる。君がどんな風に馬を操るか興味があるな、ウィッチャー。落馬しないだけで精一杯だ。競馬に参加してみる気はないか？別のようで来たんだ。お願いだ、ウィッチャー。もし君が勝てば、私が持っている一番上等な鞍をあげよう。ニルフガードさんの美しいなめし革製だ。いいとも。馬に関する知識が乗馬にも生かされるのか確かめたい。そう来なくては。ウィッチャーはどの馬をお選びに？ラドビッドが近くで野営してます。レダニアさんのクリゲーを選びましょう。馬には乗らないけれど賭けで勝負します。騎手が誰だろうと勝つのはネムロットよ。私はカンタレラだ。もったいぶっても仕方ない。早く始めよう。騎手たちを準備はいいか？さあ、ウィッチャー、君の行け。ありがとう。君は全ての馬を愛馬のように乗りこなす。素晴らしい。心から祝福しよう。鞍は君のものだ。モリーと話をさせてもらってるの？ああ、そうそう、モリーね。そのために来たのでしたね。恰幅のいい若い女性が彼女です。話をしてくるといい。ノビグラドへ戻りたいときは私たちを探してくれ。帰り道は喜んでお供しよう。
やおや、また変なのが来た。私がモリーです。お呼びになりましたか？ゲラルトだ。ゲラルト？あのゲラルトなの？ダンデリオンが何度も何度も救ったという？そうだな。ただし逆だ。いつも俺が奴を救っていた。じゃあフロットサムであなたが公主権になりかけた時、遥か遠くから縄を射抜いたのはダンデリオンではないの？なんだって？ダンデリオンは弓など、いや、その弓の名手が今どこにいるか知らないか？いいえ、悲しいことに見当もつかないわ。もう長い間会っていないの。男爵夫人が彼に会うことを許してくれないの。ダンデリオンは役に立たない怠け者だって信じられる？でも彼の妹なら何か教えてくれるかも。とてもいい子よ。ダンディリオンに妹はいないと知らないようだな。そんなはずないわ。この目で見たもの。でも不思議ね。彼にちっとも似てないの。ブロンドの髪だし。父親が違うのかしらね。母親も違うのではないかな。そうかも。でもすごく可愛がってたわ。よく面倒を見て荷物を持ってあげたりして。その荷物は旅行カバンだ。それにその女性は吟遊詩人ではなかったか？その通りよ。思い出したわ。彼女は旅の演奏家。コビリから船で着いたばかり。代々才能に恵まれてるのね。とんでもない才能と愛にあふれた一族だな。そうよね。ダンデリオンは彼女に捧げる島で作ってたわ。愛しのカロネッタとか。ああ、私もそんな兄弟が欲しかったわ。ダンデリオンと最後に交わした会話を思い出せるか？もちろん。お金を借りに来たのよ。船が必要とか。船？何のために？私とクルーズをするためよ。月明かりの下、運河を遊覧するの。たくさんのイチゴとワインが用意されていて、彼が私のためにアリアを歌ってくれるって。でもそれ以来彼には会えていないわ。ありがとう、モリ。待って、行く前にお願いしたいことが。ダンデリオンが彼の同伴画を見せてくれると言ってたんだけど、まだ見てないの。とても興味があるのに。安心しろ。奴は機会があれば誰にでも見せたがる。誰にでもな。そうなの？素晴らしいわ。ありがとう。あなたの探し物も見つかるといいわね。ああ、ゲラルト、そこにいたから。共に帰るか？ノビグラドは遠い。話し相手がいれば少しは短く感じるだろう。全くその通り。さあ、行こうか。